第71回秋季検定写真部門において愛南フォトクラブから3名の方が受賞されました。今回は受賞された3名の方にインタビューを行い、作品に関する思いなどを伺いました。今回の作品は、タイトルがレッツダンス、撮影場所は、四万十市の、赤鉄橋の下の河川敷ですね。犬がディスクをキャッチする瞬間、もうこれ狙いに、終始して、シャッター速度に気をつけながら今回は撮りました。犬がディスクをこう掴む瞬間、もうそれだけを狙って撮った作品ですので、それが評価されたのかなという思いで嬉しかったですね、正直に。はい。その時その時撮れる写真をもう一生懸命撮るという思いだけですね。もう何でも撮ります何でも。タイトルは荒天の笑、荒い海の中の羽ばたきという意味で荒天の笑という柄です。で、撮影場所は、島根県の日の岬に踏み島というのがあるんですよ。そこで撮らせてもらいます。波がグッとなる時を狙ってシャッターを押して、あとはもう海猫次第ということで、そういう感じでシャッターを押しました。単純に嬉しかったですね。今後の大きな励みに、させていただきたいなと思います。その時その時の自分の心を表現できたらいいなと思って、この50年間ずっと撮ってます。今後もそれを忘れずに楽しく撮っていきたいなと思います。羽衣っていうタイトル で撮影場所は未生の長須園地 の池があるんですけども、長須園地です。ヒレナガゴイって言って珍しい鯉がいるんですね。尾びれとか背びれとかがこう長くて綺麗な鯉がいるんです。背びれがこうふわっと出た時を撮ろうと思って撮りました。よかったです、嬉しかったです。はい。だるま夕日で一枚すごいっていう写真を撮ってみたいなと思ってます。はい。インタビューの様子は広報愛南にも今後掲載予定です。愛南フォトクラブには愛媛県美術会会員の沖野さんや準会員の吉岡さんも在籍されています。ビアビア愛南タイムでも日替わりで愛南フォトクラブ会員の写真を放送しています。こちらもぜひご覧ください。